ね。でまずやっちゃいけないことはこう待って手つけたんです。これ手つくと感激です。こうやって巻かれたりして良くないしね、こうまあ決められてするんで基本はつかないです。基本こう相手に足とかでこうバランス崩すもんですか。あ、引きつけてもらって足こうこうやって崩された時も基本は相手の体の上に手をついた方がいいです。こうつくと日本に引きつけて巻かれたりするから崩されても必ずこう相手の上に手を置いてバランス取ることを心がけた方がいいですね。でまずシンプルな割り方を説明します。まずこうどっちか順手、同じサイズの手で袖をコントロールします。どっちもいいです。左手でも右手でもいいんで取ります。で右手で取ったら最初に立てるのは右足から立ててください。これ反対の足から立てちゃうとこれすくわれます。こうでこう崩されちゃう、ね、なので必ず同じサイズの足から立ててください。でその時左手は相手の腰、体重かけたいから左手でズボン持ってまっすぐ腕ピンします。で自分のお尻もしっかり上げてこれで今相手の腰をコントロールしている状態ですね。こうで右足左足で立つ。立ったらこの手しっかり引き上げます。こう、こうするとまあ例えば今すくわれても結構相手何もできないです。僕のポスチャー作ってるから。そしたら反対の手で相手の膝下に押し込みながら左足引いて割ります。これがまあ一番シンプルだけど一番強いと思ってます僕は。割り方としてそうですね。まずどっちか持ちます。で持った方の足から立ててくださいね。左手は腰を押し込む。今から立つんで相手に体重かけます。これ自分のお尻に体重乗せたら足立てられないですよね。だから前に体重乗せます。こうお尻上げて右足から立てる、立つ、で引き上げてください。こうバランスしっかり作ってくださいね。で落とす、こうバン落としたらこれ左足しっかり引きます。こう引くことによってもクローズガード取れないですよね。こう揃ってるとまたガバッてやられたり、まあ、こう両手持たれて後ろに倒されたりします。こうあるんで割ったら必ずこう引きます。右手だったら右足が前です。左手の人は左足が前なんで同じサイドを前に出してくださいね。この状態でまずどっちか取ります。もうハンドファイトして取った方から足立てていきます。左手は相手の腰持って、相手の腰にこう真上から重心かけます。これ曲げない、伸ばす。1、2で立つ、引き上げる、落とす、半身作ります。でここからまたパスがスタートしますね。かではこれいきましょう。ここパスガードまで使います。持つ、ね、こう割りました。こう、ね、でここから、まあ、いろんなパスあるんですけど今日はあのクロスグリップパスに変えます。相手に、まあ、今僕この手コントロールしてるんで今デラヒーバーは多分作れないんですよね。要はこう持たれない僕のパンツだから僕の右足は結構フリーです、ね、なので相手の右手コントロールしたまま右足を引きます。こうで右手を相手の足首に持ち替えます。こうでこのまま相手の膝をこう待って付けに行きます。ここまで来ます。こう、ね、でここまで来たら今度は大体相手は、この足こう回してきます。多分こうねこうこうこれがまあディフェンスですよね。なので横まで来て相手のディフェンス来るなと思ったらこう肩を相手の、ももの裏ですね、横を着て回ってくるなと思ったら肩をこう入れてください。ももの下に右手は相手の帯の肩にプレッシャーかけます。でこの時膝ついたら相手に体重乗ってないんで
両足しっかりこうピンするようにして、で最初こっち側に回っていきます。肩で肩でプレスかけてこう横に来た、大体横まで来たらこれ肘開いたら良くないですよ。これ肘開かれてこうエスケープされます。肘こう押されてこう逃げられちゃうんで、ここまで来たら肘下に落としてください。こう隠すこうで抜いてパスが、うん、こうと省略切り、ここからですよね。割りました、ステップバックします。こう持ち替える、で横に行きます。こうここです。これは良くないです。横まで来る、肩詰める、右手帯持つ、プレッシャーかける、で相手の背中側に回る、足越えたら肘落とす。これ肘開くと僕の肘押してください。左手でこうやって肘開かれて逃げられるんで、肘は隠す、で右手リリースしてパスがあるんですね。かこう落とす、こうパ横行く、キャッチする、詰める、歩く、でこうパスがね。じゃあ行きましょう。